体重差体格差は強さの基準ではない、うん、そう言い切ったその証明、大晦日2007年ダイナマイト、はい、正義の一戦だ。超人が暗黒大魔神に果敢に攻めていきます。コーナーに追い詰められちゃまずいですね。この身長差、はい、体格差です、うん、完全に潰されてはいけません。どのように小回りを効かせてスピーディーに立ち回れるか。ズールを動かすことですね。そうですね、うん、左右に振って一瞬にして仕留めていかなければいけない。強烈な左、軽いジャブのつもりがもらう超人ミノワンにとっては致命傷。宇野さん、はい、こういった総合格闘技のリング上の激突、どのようにショーが台を制するか。そうですね、やっぱり力では勝てないと思いますので、やっぱそこら辺をこうテクニックとスピードで勝つしかないんでしょうね。はい、回っているぞミノアマン。右に、おー、右を避けた。メインキャスター井上和賀さん、はい、とりあえず回っている超人がどう突破口を切り開いていくか。すごいですね、払う感じのね、手なんですけど、すごい音がしますね、当たるだけでね。しまったら大変なことになりそうです。危ないですね。でもこの超人の目つき、この表情、韓国大魔神をしっかりと捉えているか。ルールも、ね、落ち着いてますよね、自分からいかないですもんね。そうですね、しびれを切らしてしまうのがツール。それとも超人ミノアマン、倒したらこっちの、倒れたらこっちのもんなんですけどね、この肉の壁にミノアマン、どのタイミングで切り込んでいく。表情は相変わらずミノアマン、全く変えません。5分3ラウンド延長はありません。谷川さん、ただこれ、まあ、この体格的な問題ではありますが、うん、ズールも左右に振られますと徐々にスタミナ消耗するですね。そうですね、ではこれもやっぱり本当我慢比べですよね。一旦ブレイク、まあ、あまり見られない形での膠着状態といいますか、これから先の展開にどうつながっていくのか。場内騒然、ダイナマイト、京セラドーム大阪、赤いパンツ超人ミノアマン、ローキックから攻めるしかないですよね、はい、で何とかして転がしたいところですよね。これでコーナーに追い詰められるのが一番良くないですよ、圧力を体ごとかけられて、右のローを出していった、出入りが始まった超人が。ミノアマン選手もね、やっぱり動いてますけど、攻撃するときは止まらなくちゃいけないですから。そうですよね、そこが難しいですよね。この足腰、河川敷トレーニング、今回はサッカーをやってきた。ミノアマン、さあ襲いかけるズール、はい、藤森さん、はい、ズールサイド、最初は追い込んでパンチという指示だったんですが、入ってくるのを待て、ネズミが入ってきたら打ち込んでやれという指示です。なるほど、さあズールは超人ミノアマンのことをネズミ、これはわし、軽くひねってやると話をしました。その超人ネズミと言われたミノアマンが、来年はネズミ年ですと軽く受け流しました。拳が、拳が襲いかける、ミノアマン、危ない、危ない、ミノアマン表情を一つ変えません。これ掴まれたら怖いですね。一発で全てが変わってしまう暗黒大魔神の拳。宇野さん、はい、超人ですが軽いランニング状態が続いています。これも体力消耗につながると思うんですが。そうですね、まあ、これがミノアマンの練習の成果というか、特訓の成果かもしれないですけど、まあ、選手としてはやっぱりこんだけ大きいと入るのはなかなか難しいですよ。そうですね、怖いですよ、やっぱりスタミナはね。だけどミノアマン選手ものすごいあるって言ってましたね。そうですね、どこからこの流れ、どうだ超人、さあここでチャンスですけどね。あー、見やすかったですね。あー、打たれた、上から危ない、危ない、暗黒大魔神、壁が超人に襲いかかる。うまく今切り返したんですけど、切り返したんですけど、切り返したんですけど、ここで抜けられるとね、チャンスなんですけどね。腕を狙っている、危ない、危ない、寝技も得意なズール、まだ抜けられます。右の拳、超人ピンチ、超人ピンチ、バックホールターン、ズール一本強いですか。背負い投げ、それでも上から肉で潰していくズール。何が起こるかわからないダイナマイトのリングで超人は表情を変えない。
受けたいね、こう、こう。ズール、しつこいズール。さあ、すでに第1ラウンド残り時間。5分が終わりました。超人の偉大な挑戦。ふうと一息ついたミノアマン、超人の挑戦、第2ラウンドに入ります。この体重差、はい、この組み合わせ超越してる部分もあります。そうですね、まあ、本当はあの成立しないカードなんですけどね。その中でもミノーマン選手はやっぱり体重差関係ないっつって、チャレンジしたいということなんですけども、いやこれよく投げましたね、この状態で見事に90キロ以上の体重、井上和香さん、はい、背負って投げました。びっくりしましたし、会場のお客様が全員が沸きました。第2ラウンド暗黒大魔神に挑みます。ラウンド2、はい、第2ラウンドの5分間、ミノアマン第6話新人類の巻は第1ラウンド上からかぶされまして苦しい状況の中、なんとか立ち上がってこの巨体90キロ差という体重ズールをなんと一本背負いしました。何それ、ローキックですよ。だけど同じように第1ラウンドとこの第2ラウンド、足を使って左のインロー、赤いパンツ超人ミノアマン、暗黒大魔神巨体を揺らしてブラジルズール、距離をとじーっと相手の顔を伺う、フェイントを仕掛け気が抜けないですよね。中に入っていくのか、これ詰められたらね、でもミノアマン選手がいいのはこれね、コーナーを背負ってないところがいいんですよね。なるほど、常にリングの真ん中を中心として、あのロープを背にした方がいいですよね、コーナーに追い詰められちゃうとこれはもう大変なんですけど、逃れられなくなりますね、だからズールは逆にコーナーに持ってきたいところなんですよね、今回は超人ミノアマン、メキシコに渡りおよそ2週間修行を積んできました。技術のレベルアップもした、さらに理想のリアルプロレスラー像が頭に描かれた、一歩近づいたと話をしました。その効果が生きるか、右の拳だ。藤森さん、はい、こちらミノアマンサイドなんですが、どうやらこれは作戦みたいですね。作戦、当ててからすぐに逃げろ、このままでいいという指示が飛んでいます。これは超人ペースか、またしても捕まった、投げられた、上からかぶさっていくズール、またしてもこの体勢、ここから抜けれればいいんですけどね。ミノアマン91キロ、ズール185キロ、その差は倍、こうなったら断然不利なんで、そうですね、もう上に乗られただけ で、ね、上に乗られただけで腕を伸ばしにかかります。アームロックやチョークスリーパーだ、ズール決めに行くか、腕を取るか、なんとか体を巻きつけて四つん這いで逃れようとしますが、体勢有利はズール、そして立ち上がってミノーマン、どうする、おお、うまく立ち上がりましたね。拳を一つ放ちましたが、この体勢に戻りました。スタンドの状態、また足を動かす超人、パンチを避けた、カウンターを狙っているのか、奇跡は起きるか、超人ミノーマン右のロー、ああ捕まった、もう一度上から潰しにかかる、ね、かわせるといいんですけどね。左の拳を振り下ろす、苦しそうな表情に徐々に変わってきたが、宇野さん、それでもズールもちょっとまだ攻めあぐねてると言いますか、そうですね、あと一歩踏み込めていませんね、はい、意外とでもあとズールが寝技をできるというか、はい、うまいですね。あ、危ない危ない、さあ後ろを取った、バック完全取られました。スリーパーを得意としているライオンを殺す技と暗黒大魔神はかかりました。さあそのチョークが超人の首を、あ、これ左の腰、もう一度決めにかかる、あ、どうだ、アイリストまで入らない、不完全ですかね、こらえるミノアマン、おー、よく外した、こらえている、井上若さん、ピンチが続く超人です。頑張ってほしい、ミノアマン、今度は横向き、スルッと抜けて、ズール寝技はね、そうなんです、形になる、うまいですよね、すげがらみから、ね、あのコンビネーションというんですかね、コンビネーション使ってますよね、意外と大きい選手なかなかできないんですけど、そうですね、はい、ただかぶさってパウンドだけではありません。バックを取ってこれ抜けてもう一度首に巻きつけようとしているのか、倒した、じわりじわりと両輪にかかっている長打がミノアマン、危うし、第6話新人類の巻は敗北となってしまうのか、
対抜けたい。逆転勝利はあるか。劣勢だ。超人頑張れ。右を下ろす。いやよく耐えてますけどね。苦しい中で変身から1年ミノアマン抜けてほしい。いやーズーは本当コンビネーション使ってますからね。中央へと移動してきました。しっかりと体を密着していますね。もう一度バックマウントを取ろうというところか。ここで殴られてちょっと厳しいですね。これが効くんですよね、はい、このコツコツしたパンチが、まあ、ましてこの体重差違いますから、ね、一発が一発が、立ち上がれるか左後ろから右の拳顔を歪めた。さあ残り10秒切った。第2ラウンド逃れられるか。超人ミノアマンゴングが鳴った。第2ラウンドが終わった。さあ超人ミノアマン苦しい展開が続く。奇跡を起こせるか。第3ラウンドです。ジンズールがこのフィールズ K1 プレミアム2007ダイナマイトのリングで激突。掴んでは投げ体を密着させてねちっこく力強く襲いかかるズールです。谷川さん、それでもこのミノアマンに会場全体がまだ、はい、そうですね、何か期待をしている。そうですね、逆転を信じてますね。なんとかね、寝技の攻防の中で一瞬の隙を抜いてね、いい形になれればいいんですけどね。ミノアマン緊張はありません。ファイナルラウンドです。その視線の先に自身が掲げる理想郷ヘブンは見えているか。ミノアマン残り5分。超人先に出られるか。右超人右の拳パンチありましたよ。右のややオーバーフック意味、そのオーバーフックでようやく顔面に届くというこの体格差です。左を伸ばしたズール。ちょっとミノアマンは今回は打ち合おうって気もありますね。はい、組んで覆いかぶされる前に打っていこう、うん、左のジャブが強烈なストレート。ニュートラルコーナーを取ってしまった。ショットシャウトきついですね。これ早く抜けたい。体を入れ替えたい。下がりながらもパンチを出してミノアマン。宇野さん、はい、しかしこれズールも少し体力消耗そうですね。さっきの寝技でちょっと疲れてるかもしれないですね。攻め続けて攻めあぐねるのも体力消耗になる。はい、藤森さん、はい、青コーナーズールサイド、そうです、かなり疲れていますね。汗もかいていました、コーナーに追い込め、ミノアマンの動きは決まってるからそれを読みながら動けと、そして後ろに入ったらチョークを狙えという指示です。先ほどもそのチョークスリーパー再三ピンチを逃れてきたミノアマン、足を掴んでテイクダウングラウンド、そしてまた上暗黒大魔神、下超人ズールミノアマンです。これもきついな。ちょんちょんちょんのこのパンチが確かなダメージになる。右が当たった。よくディフェンスしてるんですけどね、ちょっとミノアマン疲れてきたな。苦しいです。この展開よく見ないと危ないですね。超人横目で危ないか。どうだ、まだいけるか。超人頑張れミノアマン。奇跡を見ろ、大溝が立ち上がれるか。ミノアマンの挑戦を、あと大溝まだ最強の悲鳴が上がる大阪ドーム。さあ立ち上がれ。ズールも疲れている、苦しい超人、カジバのクソ力で何とかしてくれ。さあ残り3分、奇跡を信じるこの大阪で、このパンチが危ないです。下ろしていく側頭部、そして正面から立ち上がれるか。ゴングが鳴った、ゴングが鳴った。試合が終わってしまった、ね、止められた。なんとなんとセコンドからタオルが投入された。超人ミノアマンの挑戦、2007年の大晦日、夢はついえました。3ラウンドタオルが投げ込まれました。2分13秒テクニカルノックアウト勝ちを収めました。暗黒大魔神ズールの勝利です。肉体と肉体、限界を超越した両者の激突。
谷川さん、はい、ミノワマン敗れましたが最後までらしさは出そうと戦いました。そうですね、ギブアップももちろんしてないですし、最後までチャンスを伺おうとしたんですけどね、ズールが意外と本当にやっぱ上手かったっていうのが勝因でしょうね。そうですね、再三にわたり体を密着させてこの展開に持っていきました。メインキャスター井上和香さん、はい、ダイナマイトらしい戦いを見ててくれましたが、ミノワマン残念でした。残念でしたね。でもやっぱすごい選手だなというのは触りました。そうですね、はい、まさにダイナマイトの瞬間をこのリング上で展開したミノワマンとズールの激突、暗黒大魔神ブラジルのズール。